それなんですよ。え、それなんですか。それが昨日なんかの綿毛みたいになっていっぱい体についてて、旦那さんに植物なのこれ。で旦那さんに言ったら虫の種じゃないか、虫のなんか虫っぽいですよね、丸まってる感じだけど、これがいっぱいついてたんですよ。そうなんですか。何これ、今一瞬動いたかなと思ってびっくりしたんだけど。やだなんだろう。でもそれになんか白い綿みたいなのが周りにあって、いっぱい体に耳と胸の動いてない。動いてないです。わかりました。虫じゃないですよね。虫じゃないけど、まあマダニかなと一瞬思ったけど、マダニだったらこんなにね、潰しちゃいます。こういうのが本当いっぱい、なんか耳だけでも5、6個とか、胸にも7個、8個みたいな。そんなについてるの。で足にも3つぐらいついてて、でも昨日は花崗山で散歩したんですよ、こっち来てて。はいはい。この辺もさ、結構緑が天白の川ほどは多くはないけど、ありますもんね。なんかマンションの植え込みとか、そういうとこもすぐ入りたがって、散歩してると、まあ植物っぽいね。虫じゃないですよね、私ゴキブリの卵とかだったらどうしようと思う。私に何かは分からないけど、卵って感じでもないですね。よかった。すいません。みんなケチャがびっくりしてすぐ寝てた。はい。じゃあ、お願いします。消毒して一番。消毒したらさ、ちょっと